バベル裁判所。突然だが、こんな警告を見たことはないか。何が何だかよくわからないまま動揺をしているそこのあんた、今回の動画を見ないとやばいことに巻き込まれちまうかもよ。俺の名前は白石優斗。最近できた射程のクキタとうまい話を探しているところだ。先輩、また夕飯クッキー1枚っすか？うるせえな。今金の作り方を考えてんだよ。お前も手動かせ。へーい。こんな極貧生活をしているのには訳がある。きっかけは大学時代に遡る。飲み会の幹事だった俺は2つの店を同時に予約し、片方を無断キャンセルしたのだ。しかしこれが日本中を巻き込む大炎上に発展。内定を取り消された先輩には責められるし、親にも見放されるしで、俺は大学を中退。精神を病んだ俺はその後、かばってくれた子をストーカーして。なあ真由、俺のこと好きなんだよな。話してよ変態。逮捕されて無所行きに。出所した後は日銭を稼ぐため、法的にヤバいことや命に関わる危険なことも何だってやってきたが、くそ思いつかねえ。今日もクッキー、明日もクッキー。わかったって、ちょっと黙って。そうか、クッキーだ。これで大儲けできるぞ。白石おばさん的な。ちげえよ。これじゃなくて、サイト利用時に PC やスマホに送られる利用情報のことだよ。ちょっと何言ってるか。ああもう、 YouTube 開け。ほらここ、見たことがある動画の下に赤いバーが出てるだろ。それに今ログインしなくてもすんなり入れたよな。クッキーの情報があると前回サイトにアクセスした時と同じ状態になるんだ。他にはネットショッピングとかな。欲しいものをカートに入れたまま別のサイトに飛んでも、戻ってきた時にも入ったままっすね。これもクッキーを利用してんだ。いちいち探し直さなくていいから便利だな。でもこれでどうやって稼ぐんすか？まあ待てよ。クッキーには他にも閲覧者がどこからどのページに飛んだとか、どのページに長居したかって情報が含まれてて、サイト運営側はそれを使ってトラッキングができる。情報を解析してサイトの改良に使うんだな。でもこの情報は悪用すれば儲けることもできるんだ。例えば2019年8月、就活情報サイトリクナビを運営する株式会社リクルートキャリアが8000人近い学生のクッキーから許可なく情報を取得し、閲覧履歴から予測した内定辞退率を38社に有償提供していたことが分かったんだ。なるほど、情報は金になるんすね。ちなみにクッキーには2種類ある。サイト内の情報だけが載ったファーストパーティークッキーと、サイト横断型の情報が載ったサードパーティークッキーだ。運営と閲覧者の間でやり取りされるのがファーストだなって食うなよ。他に誰かいるんすか？閲覧者と運営、それ以外にもう一人クッキーを取得できるやつがいる。それはサイトに広告を載せている会社だ。そいつらは閲覧者があるサイトを見た後にどこのサイトへ移動したかっつサイト横断型の情報を得ることができるんだ。こんな経験あるだろ？欲しいと思って調べてた商品が広告によく出てくるようになったとか、不動産のサイトを見てたら広告に間取り図が出てくるようになったとか。ああ、前に引っ越そうとして検索してた街の名前まで載っててビビりましたわ。これはリターゲティング広告っつって、検索履歴からその人が何に興味があるのかを割り出して表示する広告を選んでるんだ。だから逆に人の PC を覗き込んで広告を見れば。お前やっぱむっつりだよな。ちょ、プライバシーの侵害っすよ。こんな感じで問題になってきたから、サードは規制の流れにあるぜ。 Google は2023年半ばから段階的に Chrome も同年に終了することが決定。 Safari なんかはすでにサードが終了している上に、ファーストのクッキーの期限も24時間と定めてるんだ。実は昔はサイトを見ているだけで運営が無条件に情報を吸い上げられたんだ。え、それはちょっと嫌っすわ。だろ。だからプライバシー侵害に当たるとして、2022年4月に個人情報保護法が改正。情報の取得は同意が取れた場合のみになったのさ。だから最近よく同意するか聞いてくるんすね。そういうこと。まあいろいろ話してきたけど、閲覧者がどこの誰って情報が抜かれるわけじゃねえから、あんまり気にしなくてもいいけどな。よし、クッキーについては分かったな。行くぞ。え、どこに？ネカフェなんか来てどうすんすか？まあ見てろって。便利なものを使うほど人は抜けちまうのさ。お、前のやつのアカウント情報が残ったままだ。ビンゴ。不特定多数のやつが使う PC ではシークレットモードやインプライベートを使うのは基本だぜ。
おお、久々のまともな飯だ。もちろん受け取り住所は足がつかねえところにしたぜ。さ、俺様に感謝して食うんだな。でもうっかり情報を残してったやつをちまちま探すのだるくないっすか。分かってるよ。次はセッション ID を投手する。また難しそうな単語。簡単だって。ログインする時の ID だってそうだぜ。サイトにログインしてからログアウトするまでの間、ユーザーを識別するための情報のことだ。これを盗めば簡単に他人になりすますことができる。まずは登録情報を変えて。よし、これでいつでもログインできるし本人は入れねえ。おお、オンラインバンクからの出金にクレカの不正利用。こっちは企業の機密情報。顧客リストを作って名簿会社に売れば大儲かり。先輩もやればできるんすね。なめてんのか。やだな、尊敬してるっすよ。それよりどうやってやったんすか。本当かよ。まあいいや。こういう手口はセッションハイジャックっつって、日付みたいな簡単な ID なら解析するか総当たり攻撃で盗めるし、 URL の中に ID が含まれてることもある。こっちが取得した正規の ID でわざとログインさせた後相乗りするってやり方もあるぜ。 Web に脆弱性がある場合はクロスサイトスクリプティングを仕掛けてアプリを改ざんする。フィッシング詐欺ってやつだな。本物そっくりのサイトに誘導してログインさせて情報を抜き取るんだ。ここ最近国内のセッションハイジャック被害が急激に増えているな。まだ被害額は少ないようだが、このままいけば悪を野放しにはしておけない。気を引き締めてかからないと。うまくいかねえっすわ。大抵の企業はセキュリティがしっかりしてるからな。 ID を定期的に変えられたり、管理ツールを使っていたり、ワンタイムセッション ID っていうアクセスするたびに違う ID を発行されたりすると難しいんだ。だが根気よく続けていると。来た、ウェブサーバーのセッションハイジャックに成功したぜ。おお、どうやったんすか。サーバー管理者にクロスサイトスクリプティングの URL を踏ませたのさ。セッション ID を含むクッキーを取ったから管理権限もゲットだぜ。そういえばこの情報ってどうやって金にしてるんすか。こういうのはダークウェブに販売サイトがあるんだよ。このサイトでは情報を抜くときに使ったマルウェア、簡単に言えばウイルスのことをボットって呼んでて、ボットごとに抜き取った情報を丸々売り買いしてるみてえだな。アカウント情報にフォームの自動入力データ、情報の価値は数百円から数万円まで様々だけど、今や俺たちの取引相手は世界規模大金持ちだぜ。儲かりすぎて怖いっすね。逮捕されそうになったらかばってくださいね先輩。なんで俺が。だがそんなある日、あれ、サイトが閉鎖されてる。当然だ。このような悪がはびこっていてみすみす逃すと思うなよ。ダークウェブで他人の個人情報を売りさばいていた悪党め、顔を拝ませてもらうぞ。これらの事件は実際に起きたものを元にしている。2010年、ウェブサーバーのアパッチがセッションハイジャックに遭い、ジラやコンフルエンスなどのプロジェクト管理ツールが被害を受けた。ユーザーのハッシュ化したパスワードが流出した可能性がある。そして2023年4月、FBI やユーロポールなど45の捜査機関が協力して行ったクッキーモンスター作戦によって、ダークウェブの犯罪プラットフォームジェネシスマーケットが閉鎖に追い込まれた。サイバー犯罪データ8000万件にも及ぶ情報が売買されており、逮捕者は119人に上った。だ、お前は白石優斗。ゲゲ、不動。いつか来るとは思ってたけど、まさかこんなに早いとは。君のことはずっと探していた。おとなしく縄につくんだ。ジクショー、俺はまだ捕まるわけには。しょうがないっすね。ここは俺が時間を稼ぐっすよ。クキタ、お前なんで。言いましたよね、俺はちゃんと先輩のこと尊敬してるっすよ。結局稼いだ金は全て押収されちまったが、なんとか脱出できた俺は身代わりになってくれたクキタとの苦楽の数々を思い出しながら、金が入っても引っ越さなかったボロボロのアパートを背に走り続けた。次回の動画は、夫婦間での行為も交換になる ?2023 年にされた刑法改正で不同意性交罪が新設された。ジャニー喜多川の起こした性加害もこれがあれば訴えられたのに。詳しい内容は次回の動画で。見逃さないようにチャンネル登録をお願いします。